写真拡大。2月19日の阪神 5R 3歳新馬ダート 1800m 16頭立ては名勝馬オス3歳立東足立昭雄厩舎父北高たる前が勝ち時計は1分56秒3秒をつける快勝。課題のスタートをスムーズに決めると外目の2番手を追走。上がりメンバー最速の38秒3の足を使い後続を一気に突き放した。ゲート難などもあり、ニューウマヤから4ヶ月半をかけてのデビュー。うまくゲートを出してくれた。慣れてくれば、と豊くんも言ってくれてたと足立調教師もほっとした笑顔。難しいところはあるが、能力はある。ゲートを出たのが大きかった。走るよと、鞍上も今後の飛躍に期待した。